はい、どこにしゃばしいとみんです。はい、矢田さん、本日紹介するのはこちら。じゃーん、満を持して、登場ですね、ネンドロイドブラックマジシャンガールです。はい、師匠であるブラックマジシャンを差し置いてまさかの先に出てきたガールちゃんですね。はい、遊戯さんはネンドロイド化がねもう終わってて、立体化も終わってるんですけども、発売もされてますし、うん、で、もう次に出るのはブラックマジシャンだろうなって思ってたら、まさかのガールちゃんが先に出てきたっていうパターンですね。はい。グッドスマイルオンラインショップ限定の子でしたね。うん、じゃあ本日はねこちらの子をねデビューしていきたいなと思います。はーい、ま、シーアカリンチャンネル。はい、でですね、いつも通り外箱の方から見ていきましょう。ナンバーは1596ですね。うん、まあ、特に遊戯王でも絡む数字もないし、ガールちゃんに絡むような数字でもないですね。はい。で、ネンドロイド、そして遊戯王のロゴですね。15周年のロゴも入ってるね。もうネンドロも15周年かって感じです。はい、横を見てみるとこんな感じです。エフェクトパーツとしては、まあ、魔法陣があったりだとか、うん、あとは、ブラックバーニングのエフェクトがついてくるって感じですね。うん。後ろ見てみるとこんな感じです。今回は特典としてクリボーがついてきますね。あとクリボーを呼ぶ兵があります。劇中ではクリボーを呼ぶ兵を使ってるシーンはないんですけども、まあブラックマジシャンガールとよくいるというか、同じぐらい可愛いキャラって言えば、まあ可愛いのはカテゴリーが違うんですけども、うん。はい、まあクリボーも一緒にねついてくるのかなと思います。かつてスケールウィアにもねついてきたことあったからね、クリボーね。うん、なんだかんだガールとセットにあることがあるパターンがあったりっていうパターンがありますよね。ユギさんが使ってたガードっていうのもありますね。うん、お尻込みはこんな感じになってます。はい、上の面と、下の面になります。どうやら表情パーツは2種類しかついてきてないみたいなんで、そこの部分がちょっとね、なんだろう、個人的にはちょっと残念だったかなと思うところですね。まあしょうがないね、これはね。はい、じゃあ早速ね開けて中を見ていきたいなと思います。はい、開けてみるとこんな感じですね。クリボーと、クリボーを呼ぶ笛、ブラックバーニング用のエフェクトパーツ、ブラックマジシャンガールの杖、それから足のパーツがなんか妙なものが一個ついてきてるんですよね。これなんだろうね。ちょっとこれは説明書読んで後で見てみたいなと思います。はい。ちょっとお腹いってたわ。はい。で、あと腕のパーツがついてくるのと、表情パーツが一種類って感じになってます。笑顔のにっこりとしたパーツと、それから、キリッとした表情の、2種類がついてくるんですが、4年ぐらい前かなにレビューしたキューポシのブラックマジシャンガールちゃんと比べてみると、表情パーツはこっちは3種類ついてきてるんですよね。ちょっとあわわってしてる顔と、それからウィンクと笑顔の、眩しいパーツですね。それから普通の笑顔パーツって感じになってて、ちょっとここの部分ではキューポシとね、差分が出ちゃってるのかなって感じがしなくもないですね。はい、まあ、実際にポージングしてみるとね、またちょっと変わってくるとは思うんで、なんともなんですけども、クリボー正直いらなかったから、ブラックマジシャンガールの表情パーツ欲しかったかなっていうのが正直なところではあるんですけどね。はい、で収縮防止ピン、はあ、説明書見てみてこんな感じについてるんですよね。収縮防止、そういうことか。足のあれを、穴が小さくならないようについてるパーツなんだね。じゃあこれをつけるわけではなくて、これを引っこ抜いて入れるっていうパターンみたいですね。なるほどね、そういうことか。びっくりしたわ。うん、はい、じゃあそんな感じらしいので、じゃあこのパーツは関係ないですね。よかったわ。はい、じゃあ早速ね、ガール本体ですね、詳しく見ていこうかなと思います。じゃーん。はい、ではね、組み立てというか、ビニールとかそれぞれ、ね、全部取っちゃったんで、はい、じゃあ早速ね、細かく見ていこうかなと思います。エフェクトパーツと、それから羽棒、羽棒じゃない。クリボーを呼ぶ笛のエフェクトパーツですね。はい。エフェクトっていうか、まあ、物だよね。物だよね。っていう感じになってて、これは、まあ、確かにクリボーを呼ぶ笛と全く同じデザインなんだよね。この辺すごいなと思います。うん。これを実際、ブラックマジシャンガールが使ってるシーンで見てみたいね。はい。でこちらがブラックバーニング用のエフェクトパーツですね。はい、こんな感じになってます。うん、これはフィグマの方にもくっついてきてたね。はい。で、こちらがクリボーですね。ついてくるクリボーになります。よいしょ。
はい、こんな感じ。うん、可愛らしいですね。はい。あの、毛並みなんかも完全に再現しちゃって、クリボーっぽくなっててね、いいんじゃないかなと思います。うん、緑色の足、そして黄色の爪なんかも原作通りですね。そしてこの可愛らしい目だね。うん、いいんじゃないかなと思います。近年だとね、カテゴリー化したクリボーなんですけども、今後もまたちょっとね、クリボーには、ちょっと私個人的には期待を寄せております。もっと強くなってほしいね。はい。よいしょ。で、これが、ブラックマジシャンガールド、それからブラックマジシャンにもついてくる、魔法陣みたいな感じなんだよね。うん。で、ものが一応ついてきます。これ、エフェクトバスでついてきますね。これは嬉しいよね。うん。これは、なんだっけ、フィグマにもついてこなかったし、あと、それからキューポシュの方にもくっついてきてないので、うん、これはちょっと汎用性が高くてね、個人的には好きなんで、好きですね。うん。これはついてきてよかったな。はい。じゃん。はい、ではですね、ブラックマジシャンガール本体をね、細かく見ていこうかなと思います。髪の毛の形状はまさしくブラックマジシャンガールって感じだね。ただキューポシュなんかと比べて見てみると、それなんかよりもさらに髪型がすごいことになってるんですよね。すごいダイナミックですよね、これね。もうびっくりしました。はい。で、キューポッシュは、帽子が取り外せるんですけども、ネンドロの方は取り外しができなくて、もうこのままくっついてる状態ですね。前髪パーツと、連結してくっついてるちゃってる状態になってるんで、はい、こんな感じに取って、表情パーツを変更することになります。うん。この辺はまたちょっと差分化だね。はい。で、杖なんかも、塗装なんかはバッチリできてて、いい感じですね。で、一番個人的に驚いたのは、ブラックマジシャンガールの衣装ですね。衣装なんですけども、ここでボールジョイントになってて、ここですね、ここの部分、後ろの部分でボールジョイントになってて、ここで稼働することになります。ここで稼働してポージングをつけるみたいですね。ちょっと珍しいよね、この手のタイプはね。うん。で、腰についてるこの、スカートっぽい形状のやつ、これなんかも同じような感じになってます。はい。なるほどね。まあこれでポージングつけられるんであれば、まあ確かにこれはこれでいいのかもしれませんね。はい。で、杖を持たせて完成って感じになります。ネンドロイドなんで、通常の、ネンドロイドね、全く同じ、よいしょ、可動域を持ちますので、この辺はあまり説明はしなくていいのかなと思います。はい。なるほどね。衣装が確かに腕に干渉したりするので、これは衣装で動いてくれた方が確かにいいのかもしれないね。うん。はい。まあこんな感じです。まあ、結構よくできてるのかなと、思います。腕の、パーツなんかもくっついてきてますので、こっち側にあれだね、杖を持たせることも可能みたいですね。こっち側の右腕の方だね。よいしょ。まあ、これはおそらく多分あれだろうけど、クリボー呼ぶフェイの持つための腕だと思うんですけども、はい、まあ、一応こんな感じもまあなってみたいですね。なるほどね。一応杖が持たせられるかどうかだけ試してみようか。よいしょ。あー、ちょっとスカスカだな。これじゃダメだね。はい。って感じになってみたいです。うん、表情パーツがこれしかくっついてこないので、ちょっと物足りないかなと個人的には思います。表情パーツが多ければ、腕のパーツとか足のパーツとか少なくてもそれなりに入るんですけども、表情パーツが少ないとなると、ちょっとここの部分はね、腕のパーツとかで補いたいところではあるんですが、ちょっとその辺もちょっとパーツが少ないので、ちょっと残念かなと個人的には思います。で、それから右手の方は平手パーツがくっついてこないので、杖を持たない状態っていうのができないっていうのもありますね。ちょっとキューポッシュとかフィグマあたりと比べちゃうと、表情としては乏しいのかなっていう感じがしますね。もうちょっと頑張ってほしかったかなと個人的には思いました。はい。まあいいや、ちょっとですね、ポージングの方取っていきたいなと思います。じゃじゃーん。はい、まずはですね、ブラックマジシャンガールに、ブラックバーニングのエフェクトパーツをつけてみました。はい、差し替えで再現できるっていう点では非常にお手軽でいいのかなと思います。フィグマの方はブラックバーニングはブラックバーニングでもうエフェクトパーツがそのままであって、差し替えとかではなく、ブラックマジシャンガールの杖の先に置くっていう感じだったんですけども、ネンドロイドの方は、差し替えっていう風な感じでやってますね。確かにこっちの方が分かりやすいかもしれない。横から見るとこんな感じになります。はい、まあ結構、再現度が高くていいんじゃないかなと思いました。はい、可愛らしくていいですね、ネンドロイドでもね。はい。はい、では次のポージング撮ってもらいましょう。
はい、続いてですね、ブラックマジシャンガールと、クリボーを呼ぶ笛、そしてクリボーですね、すべてディスプレイしてみました。こんな感じですね。クリボーかわいいね。はい。やっぱり、ブラックマジシャンガールがね、クリボーを呼ぶ笛を持ってるっていうのが、すごい不思議な感じがしますね。はい、こんな感じになるんですけども。でもまあ、クリボーはクリボーで、これは、なんか、ファミリーとかに加えてもいいかなっていう感じが個人的にはしますね。ブラックマジシャンガールはすでにあのうちのね、レビューファミリーではあるんですけども、クリボーも新しくこれはちょっと加えたい感じもありますね。はい。じゃあ次のポージングね、撮ってもらいましょう。はい、続いてですね、この魔法陣の飾り方がちょっといまいちよくわからなかったんで、ちょっと上から撮影するような形でね、やってます。はい。このディスプレイちょっと難しいんだよね。今どういう状態なのかなっていうと、はい、これがね、普通に撮影した状態なんですけども。こんな感じに、ちょっと上向けるような感じでね、やってみたんですけども、これがディスプレイ難しくってね、どうすりゃいいんだろうと思って。なんか箱とか見てみると、まあ、後ろに普通にディスプレイしてるんですけども、この普通に後ろにディスプレイがかなり難しいんですよね。なんで、ちょっとこれをイメージしてね、なんか飛び出してるような感じでやってみたんですけども、難しいね。はい。まあ、飾り方に正解はないんで、まあ、こんな感じでもいいのかなと思いまして、これとりあえずこんな感じでやってみたんですけども、難しいね、これはね。はい。はい。とりあえず、まあ、これでできる限りのディスプレイやってみたんですけども、ちょっとやっぱり、表情もうちょっと欲しかったかなっていう感じはありますね。難しいねこの辺はね。はい。じゃあここでちょっと尺もそんなに長く取ってないんで、まあそれぐらいでいいかなと思うんですけど、最後に、フィグマとそれから、キューポッシュとネンドルのミ、ミクションじゃないブラックマジシャンガール3人ね並べてみようかなと思います。じゃーん。はい、最後にですね、今まで私が迎えてきたブラックマジシャンガールの立体、可動フィギュアですね、はい、を、全員集めてみました、左側からね、キューポッシュ、ネンドロイド、フィグマっていう感じなんですけども、そうだね、やっぱり個人的にやっぱ一番可愛いなって思ってるのはフィグマのやっぱりブラックマジシャンガールかなと思ってるんですよ。っていうのもやっぱりね、なんだろう、やっぱり長身っていうか、はい、ちゃんと八頭身でできているので、より本物のブラックマジシャンガールって感じがしてすごい好きなんですよね。この子だけは好きで、フィグマで、実はね予備も加えて2人迎えてる状態です。はい。一応ね、はい、で、2番手がやっぱりキューポッシュの、ブラマジガールかなと思ってます。表情パーツが多くて、で可動域もほぼねフィグマと変わりがないので、あとね、帽子が着脱できるっていうのはこの子だけなんですよね。一応ブラックマジシャンガールのフィグマの方も帽子の着脱はできるんですけど、帽子をしっかりはめるために後頭部のところに穴があって、そこに差し込み式で入れるっていう風な感じになってるんですよね。なんで正面から見れば全く問題はないんですが、後ろから見た時にねボコッと穴があるっていうのがやっぱ個人的に嫌なんで、そういった意味ではね、キューポッシュの方がより優れてるって感じですね。はい。で、ネンドロのブラックマジシャンガールも、すごいよくできてはいたんですよね。カラーリングもね、原作にすごい近いんで、キューポッシュの子はね、ちょっと薄いんだよね。っていうのもありまして、個人的にはやっぱり、なんだろう、ネンドロの子が原作には近いっていう感じ。でも、原作により近いという意味では、やっぱりフィグマの方が近いので、っていう状態で見ると、やっぱり個人的に好きなのは1、2、3かなっていう感じになりますね。はい。ネンドロの方はね、今までついてこなかった魔導陣がね、ついてくるっていうところと、それからあとクリボーがついてくるっていう点では良かったのかなと思いました。はい。表情パス欲しかったな、やっぱり。それがあれば、もうちょっと上位に食い込めたかなって感じがしなくはないけどね。はい。難しいところだよね、この辺はね。各メーカーによってブラックマジシャンガールいろいろ出てるのでね。面白いですね、こういった、比べ方はね。はい。おそらくブラックマジシャンガールが出たんで、後続でブラックマジシャンが出るかなと、個人的には考えております。まあ、出次第だね。またそこの部分はね。ユギさん迎えてないってなんともなんだけどね。はい。
はい、というわけで、ネンドロイドブラックマジシャンガールの紹介でした。はい、今までのブラックマジシャンガールの稼働フィギュアと比べて見てみると、ちょっと表情的には物足りないかなと思ったは思ったんですけども、原作のカラーリングとか完全に再現してるのはやっぱりこのネンドロイドなんですよね。うん、っていう意味で考えると、あの完成度としては高かったのかなと思います。はい、遊びだよね。なんだろう、拡張性はちょっと悪いかなって感じがしなくはないんですけども、そういった意味では良かったのかなと思います。髪の毛のボリューミングが一番すごいんだよね、粘土がねそこの部分またびっくりしましたけども、はい、これでね、また遊戯王のキャラが出てきてくれたんで、ブラックマジシャンガールだけじゃなくて、そうですね、なんだっけ、遊戯王ゼアルとかでは、ガガガガールとか出てきてくれてたんでね。まあ、その辺もね、出てきてくれると嬉しいかなと、個人的には思いました。はい。また今後のね、ネンドロイドシリーズ。まあ、遊戯王シリーズではまた何が出てくるかはわかんないんですけども。はい。また出てきたらね、レビューしてみたいなと思います。はい。というわけで、ネンドロイドブラックマジシャンガールの紹介でした。紹介したバシーと、リンでしが。はい、またねー。またねー。バシーからお願いです。チャンネル登録、評価の評価お願いします。ツイッター、インスタグラムをやってますので、フォローお待ちしております。それではバシーやとメクボリンチャンネルをお願いします。